手裏剣投げをそのまま君の家でも楽しめる手裏剣道場セットを紹介しよう。まずは手裏剣道場セットの内容を確認していこう。セット内容はゴム手裏剣が4枚、的の本体である土台、そして的紙が3種類で2枚ずつ入っている。的の大きさは手裏剣道場で使用しているのと同じ大きさなのだ。このように外箱と土台、好きな的紙をセットして、だいたい1メートルから2メートル離れたところから投げるのだ。この手裏剣道場では鉄の手裏剣を使用するが、手裏剣道場セットではゴムの手裏剣を使用する。これなら壁に穴が開くことがないし、鉄の手裏剣より安全だ。本来手裏剣の持ち方はいろいろあるのだが、今回教える持ち方は親指で一つの刃をつまむように持って上から下に投げ落とす。ところでこの万字手裏剣という手裏剣だが、本物の場合ここの部分が刃になっているので、こちら向きに投げることの方が多い。ただしこのゴム手裏剣ではこの向きでは刺さらないぞ。なので遊ぶ時の向きはこっち、この先端を刺すようにまっすぐ投げるのだ。基本的な手裏剣での修行に使う的紙だ。日本での大会やトーナメントで使われているぞ。この的紙は海外向けの通販限定だ。手裏剣を使ってダーツを遊んでみよう。501やクリケット、カウントアップなど重いものだ。しかしダーツより難しいぞ。忍者を倒せ。4枚の手裏剣でより早くより高得点を狙うのだ。臨氷東社会人列在全半時計回りに配置されたくじの印を順番に当てるのだ。もし9つの印に当てることができれば忍者パワーが思うままだ。もちろんルールを自分で決めて遊ぶのは自由だ。ではこの手裏剣道場セットの実演をお見せしよう。せい！てや！てや！いや！あ！このセットで君も修行を積んでほしい。ではまた会おう。さらば。